どうもプロボウラーの加藤です。いつもありがとうございます。やってまいりました。今日はスポルト重装店にやってまいりました。はい、初めてでございます。重装店はウッドでございます。はい、私が育ったハイランドレーンもウッド、大会でよく使われる東京ポートボールもウッド。はい、なのでウッドは比較的得意だと思っております。はい、またですね、前回の動画に続き、今福店で200アップいきなりできるだろうという動画からですね、今回も重装店オープンまだしてないんですけど、はい、オープン準備中に投げさせていただき、プロならウォーミングアップをしながら200点出せるだろうということをですね、もう一度検証したいと思います。これで出せたら 50% になりますからね。はい、それでは早速行ってみたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。いきます。はい、ウッドセンターどうなんですかね。やっぱ曲がるような気がしますけど、行きます。はい、曲がりますね。やはり板柔らかいですし、オイルもやっぱそこまで感じてないと思うので、裏にも当たらないぐらい曲がりました。さあ、これをウォーミングアップしつつスペア取れるのか。そうですね、そこまでオイルもついてきてません。いきます。だいぶ左から投げないとヘッドピンに当たらない気がしますね。お、いいんじゃないですかこれ。はい、 OK、 カバー、よし、今日こそニアガップしますからね。さあ、2フレ、今の感じでポケットでしたからね、もう一回あそこ投げてみましょうか。はい、さあ、いきます。2フレ、あ、出過ぎたよこれ。やっちゃいましたね、完全に出過ぎた。はい、ワッシャーです。取りますよ。取れんのかな。取りましょう。裏に当たってなかったですからね、1球目。さあ、どれくらいだ。お、いいんじゃないですか。惜しい。はい、ミス。前回も2フレでミスでしたね。今回もミスってしまいましたが、そろそろ行きますよ。指も馴染んできましたよ。たった4球ですが、行きます。そこ抜けるとウッド結構比較的外感じる時がありますからね。さあ、どうだ。おお、薄めでしたね。ラッキー。もうちょい右に行きますか。はい、さあ、スーパーボランチが火を吹きますよ。ちょっとだけ内側じゃないや、右に行って、さあ、どうだ、来い。 OK、 ナイスターボ。完全に前回と同じペースじゃないですか。はい、投げ慣れてるレーンだったらいくらでもって言ったらおかしいか、すぐ点出せそうな気がするんですけど、今福店2回目、重装店は初ですからね。はい、その辺も考慮していただいてご覧ください。さあ、行きます。あ、ちょっと内側行っちゃったね。はい、タップしました。天品取りますよ。天品こそ一番残っていいピンですからね、嬉しいピン。それを取らないと
コアアップにはつながりませんって言いながら、はい、ミス、やっちまった。イージーミス多いですね。はい、よし、気を取り直していきますよ。はい、過ぎちゃったものはしょうがない。やっぱスペアボールでもちょっと噛んでるってことで、次はもっと左から投げれば取れます。オッケー。熱いか、今ので熱い。なるほど、やはり一筋縄ではいかないようです。魚、はい、もう維持しないですよ。オッケー、よし。さあ、もうだいぶ普段の投球になってきたんじゃないでしょうか。そしてゲームも終盤ですね。7フレーム目いきます。爪だったからやっぱこっちか。よし来い、完璧です。気持ちがボディアクションに現れました。さあ、ここからパンチアウトして222、OK、 222ピタしちゃいますよ。もう今のを続けるだけです。いきます。ウッド、本当にボールの転がる音がいいですね。いきます。あ、ちょっと内だ、内側でスピード入ったんで抜けちゃいました。これカバーしないともう200いかないってやつですか。はい、プロボーラーならウォーミングアップしながらでも200アップできるだろう。企画第2弾も失敗してしまうんでしょうか。はい、失敗しました。やっちゃった。初めてのセンターだと厳しいんですかね。いや、そんなことないな、イージーしてますからね。はい、もう動画を撮り直したいぐらいですが、そんなことはしませんよ。最後までしっかり投げます。内側に行ってもスピードを出しすぎない。来い、ちょっと薄めですがセーフ。はい、ラスト10フレパンチアウトして190で終わりましょう。とりあえず検討したという昨日も同じこと言ってんな。はい、はい、今福天と重曹で2日連続でチャレンジでございますが、昨日は194ピン、今日は何点になるのか。さあ、行きます。セーフ、なんか薄めばっかですね。はい、危ない。よし、あと2つ、とりあえず2つ持ってきますよ。最後続けて、はい、今後につなげたいと思います。はい、この後チャレンジですからね。そのためにも
しっかり合わせておきましょう。こい、よし、遅いな、合わせるのが遅いです。はい、1ゲーム目から200アップ企画、誰か真似してみてください。初めて行くセンターの1ゲーム目ですよ、まあ、2回目でもいいです。ラストいきます。はい、しっかり曲げてあげれば OK ですね。あ、また内側行っちゃった。 OK。 はい、ということでですね、プロボーラーなら初めてのセンターでもウォーミングアップしながら1ゲーム目に200アップができるという検証はですね、2日続けて失敗してしまいました。すいません、はい、昨日が194、今回が190ということで、ワンマークずつ足りませんでした、はい、もう少し体が温まるのが早ければ、はい、また冬っていうのもありますからね。すいません、もうすべて言い訳ですね、やめておきましょう。はい、3回目もしかしたらあるかもしれないので、その時までに一生懸命練習しておきます。ご視聴ありがとうございました。次のチャレンジャーも募集しておりますからね、はい、楽しみに待っております。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。